皆様、赤い羽募金に募金したことは終わりでしょうか。自治体とかですね、町内会とかで回ってきますよね。私が小さい頃は10円か20円だったんですけれども、今は500円よこせって言ってくるみたいであります。赤い羽募金であるのに500円よこせと、ビタ一文まかりならんというようなことを言ってきてですね、なんでかんで500円集めると、今年の目標額なんていうものが赤い羽募金には設定されておりまして、去年は185億円集めるぞ、そんな話だったかに思います。で、赤い羽募金の金が最終的にどちらに流れるかといいますと、今東京都で問題になっておりますずさんな会計の委託事業や補助金事業をやっている団体に優先的に流されていると。その選定基準も分かりませんし、額の設定、いくら助成するなんていう選定基準も全然分かんないんですよ。赤い羽募金がですね、1団体に助成する最高額は年間1000万だそうであります。過去にですね、この1000万円の助成を受けた回数が10回ありまして、そのうちですね、なんと5回が今ずさんな会計で住民監査請求中のコラボ、若草、パップス、ボンドという4団体に最高額1000万5回も言ってるんですよ。過去にやった10回しかない1000万助成、赤い羽が行っている、そのうち半分をこの会計がずさんじゃないか、住民監査請求中のコラボ、パップス、若草、ボンドというですね、いずれも女性だけを支援する差別団体に流されておるんですよ。赤い羽がどこの団体を支援するか、いくら支援するか、その基準が全く分かりません。特定の団体ばかりをエコひいきして、これは差別と言われても仕方がないんじゃないでしょうか。それとですね、現在困難女性支援法という法律のパブリックコメントを募集しておりますが、もうこれは可決されて通っちゃったみたいなんですけれども、困難女性支援法、じゃあ困難男性は支援しねえのかと、困ってる男性だってたくさんいますよね。むしろ男性の方が困ってるんじゃないかなんて、自殺の8割が男性であるという事実からそう推測されるんですよ。自殺する8割は男なんですよ。男の方が困ってそうなんですけれども、困難女性支援法、これは男は救わないと、一切。これ男差別じゃないでしょうか。おかしくないでしょうか。これ厚労省案件でして、今政府のホームページでパブコメ募集しておりますんで、男はどうすんの、困った男は助けねえのか。皆様、書き込みよろしくお願いいたします。